帰りなさい、オカッチ。どんなチャンピオンシップにエントリーできるか見てみましょう。はい、ということでね、グリッドオートスポートやってきます。シーズン再開と、前回ね登場した、このカテゴリーセレクト、チャンピオンシップかな、こちらできるようになったと思うんでね、見ていきましょう。10シーズンを走りましたが、どれか一つのカテゴリーを極めることに集中してみませんか。秀でていると感じられる場所こそ記録を残すのに最適です。なるほどね。確かに今までは、全部まんべんなくね順番にカテゴリーを制覇していったわけだけども、それにね行き詰まりを感じたら得意なのをやってみるのもいいかもしれないですね。まあ、今回はね、このチャンピオンシップ、こちらが、初めてアンロックされたということで、これをやってみようと思います。10イベント4オファー、長い戦いになるぜ。これはチームキッカーからオファーをもらうだけの力を示しましたからね。見てみてください。チームキッカー、条件的にはあまり変わらなそうだけども、まあ、どうせなら新しいマシンに乗りたいっていうことで、このチームキッカーね、ちょっと見ていきましょう。フォルクスバーゲンね、ゴルフと、フォード、そして日産の2003シルビア、それから、ベンツ、メルセデスベンツと SLS、それから F1 マシンね、メーカーはちょっとよくわかんないな。こんな感じのマシンになってますね。スポンサー目標、これも多そうだね。あ、こんな感じか。そしてチームメイト、ジェード・マーティン、彼女は、あ、女性なんだ、他のチームが無視できないほどの例外的な才能を持つ若いドライバーです。噂ではチームキッカーが彼女の注意を引くために非常に有利な契約を提供したと言われています。なるほど、有利なんだね。有利じゃないや、有能なんだね、この人は。じゃあ、今回のチームメイト、彼女と走っていきましょう。決定と。シーズン11、1イベント目ね。なんだろう、ホット8、奥多摩のグランドサーキット8、耐久かな、これは。違うか。いいスタートを決め、他のチームをリードしていこう。じゃあ早速やっていきますよ。3ラップね、16位スタートと。シーズン終了時にはドライバーランキングのトップに立っていないとな。実はね、久しぶりに、ハンドルというかコントローラーを握ってます。まあ、起動したのがね久しぶりなんでね、ちょっと腕が鈍ってるかもしれないけども、初めのうちは、その辺ご容赦ください。まだね難易度もイージーのままなんで、そんなには苦戦しないと思われますが、温かい目でね見守ってくださいな。あ、そうだ、初めに言わないといけないんだけど、なんだっけ、ゴートシミュレーターを上げた時にね、結構ね酔っ払ってプレイしてたと思うんだけども、まああれ見直したらね結構うざいテンションになってたと思うけども、基本的には酒飲んでゲームやるってことはしませんね。特にこうやって待って、なんか音がおかしいな。よいしょ、大丈夫かな。なんかねマイクの接触不良があったみたいで、ちょっと雑音ノイズが入ってたかもしれないけども、まあ、編集でなんとかできるかな。できなかったらすいません。なんか話してたな。あ、そうそうそう、ゲームをやるにあたって基本ねお酒飲んでほろ酔いでっていうやり方はしないんだけども、
まあ、なぜかっていうと、こういうねレースゲームとかっていうのはさ、操作に結構俊敏性が必要じゃない。だから飲めないのと、あとね頭を使うなんかシミュレーションゲームみたいなやつとか、そういうのも基本、飲めないですね。なので、まあ、ゴートシミュレーターだけね例外だと思って見てもらえるといいかな。まあ倉庫行ってる間にね、いつの間にかステアリングがオレンジゾーンになってますが、だいぶぶつかっちゃってるもんな。やっぱねしばらく間を置くと下手になるね。そしてこのコースは初ランナーランなのかな、これあんまり見覚えがないけども、まさに峠って感じのコースですね。そして鳥居が見えますね。これ日本といえばこういうテンプルじゃねえや、テンプチュアじゃねえや、オプチュニティじゃないや、ちょっと何を言ってるか分かんないけども、神社あるいはお寺、お寺にあるものといえば、鳥居ね。残りは2ラップだ。日本を象徴するもの。そして忍者、実はねこの車には忍者が乗ってます。黄色い忍者ですけども、カレーが好きなわけじゃありません。戦隊ものだとね黄色はだいたいさ、カレーが好きな、男か女かも微妙だけどね、カレーが好きなキャラ、元気キャラがね、キャラ設定されてますが、よし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 、危ない危ない、同じ鉄は踏まないよ。3分の2ラップね、セカンドいけるでしょこれ。もうねちょい離れてたとはいえ一周もすれば感覚は戻ってきますよ。まあ見とってくださいな。ほい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 、ぶつからずに、あーちょっとステアリングが効かねえ。よし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 、どやい、なんかちょっと喉の調子がおかしいな。ちょっと飲みに行って酒結構飲んでね、喋りすぎたんでね喉枯れちゃってますね。あーだだだ、曲がれるか、あーくそなんかいかれたぞ今、ブレーキポンプみたいなの。気をつけろ気をつけろ、よし、ちょっといつもよりねダミ声になっちゃってるかと思いますが許してにゃん。あとねちょっと鼻声だね、なんか朝からあれだね、鼻がちょっとねあれムズムズしてね、くしゃみとか出ててね、こんな感じでやっておりますが、このコース結構長えな。チラッと見たところによると 6. 点何キロあったよね、だいぶ長いわ。そして鳥居をくぐっていく、すげえ霧が出てるよね。いやーやっぱ独走態勢に入ると前を遮るものがね、車がなくてね気持ちいいですね。このレースのファーセットを出したな。イエス、車ボッコボコやな。せっかくのストライプ、2本のストライプがね波打っちゃってんじゃん。これこれすげえな。なんか下手くそなさ、学生、専門学生がさ、モデリングしたような車になっちゃってるよ。よしよし、ここ気をつけてね。何回か事故ってるからね、この辺。峠を走るのはね、
こういうサーキット系のレースゲームではあまりないシチュエーションなのかな。イニシャル D のねゲームとかだと逆にね峠ばっかなんだけども、 F1 マシンみたいなさ超ハイパワーのモンスターマシンでこういう峠を走るっていう、なんかイフストーリーみたいなさ、そういう無茶ぶり展開みたいなのがあったら面白いよね。今までそういうゲーム見たことないな。おっとおっと、痛い痛い。そうそう、昨日飲み行った時ね、あれゲームセンター寄ってイニシャル D のねアーケードゲームやってきたよ。ナンバリングは忘れたけども、まあ新しいやつなんじゃないかな。あれ結構ね簡単だよね。ドリフトがさ、適当にガコガコギアチェンジしてハンドル切っとけば勝手にドリフトしてくれるじゃない。でバランスも崩れないし、あれはね爽快感あって面白いね。ああいうのを家のハンコンでねできるようになったら面白いんじゃないかなと思うんでね。本当にもうレースゲーム、シミュレーションゲームっていうよりはキャラゲーに近い感じだけどね、あれは操作感とかね。よし、走行行ってる間に、3分の3ラップラストコーナーじゃねえかなこれ。よし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 よ、まあ、いつも通りの1位でゴールと。デサントスはリプレイを見るたびに悔しがるだろう。素晴らしい勝利だ。センキュー。1位ね。あ、チームメイトのこと完全にシカトしてた。ジェイド・マーティンね。この女性の方。チームランキングは3位と。まあ、まずまず。こっからね、どんどん上げていきましょう。お、レベル上がった。4。これはね、多分、チャンピオンシップなんで、オールカテゴリーがね、含まれてんだよね。この黄色は確かね、ストリートだった気がするんだよね。間違ったか。まあいいや。チューニングだったかな。まあいいや。次がチューニングか。ネクストイベント10分の2と2ですね。ブランズハッチ GP サーキット 3.9km とポジションは1位。 OK。 よいしょ。これは予選はやる必要ないね。マシンはフォルクスワーゲン16位スタートか。フォードね。よし、どうせなら車内視点見ていきましょう。こんな感じね。ちょっと右側が見づらい感じになってるね。ネットがあって、この衝撃吸収ネットがありますね。結構ねラリーカーとかだとこういうのお目にかかることがあるんだけども、カーブの時とかね、すごい G がかかってこう窓に激突しちゃうことがあるからね、そこで頭打って事故らないようにこういうのがついてるんだと思うけど、あとは補強材だね。あの上下にこう張り巡らされてる黄色いパイプが見えるかと思うんだけども、こういうので補強してる分いらないなんか内装なんか取り払ってウェイトレーシオを軽くしてるということなんじゃない。本当にまさにレース用のカスタマイズだよね。すげえ乗りづらそうだね。乗りづらいっていうとこの視野も狭くて、そういう意味でも乗りづらいですね。ちょっとよくこれで走れてるな俺。あ、今のあれじゃん、うちのジェイド・マーティンじゃん。あ、上げといて、ついていきな。よしよしよし。7位か。3周あるからね、じわじわ上げていきましょう。いいペースだ。ラップ2ではポジションを上げていこう。あ、ちょっとぶつかっちゃった。ブラジルのなんだ、読めねえな、あのライバル早速抜いていく。よしよしよし。あーっとぶつかってきた。
やるね。後ろからねぶつかられるとスピンしちゃいますよ。はいはいはい、通してね。やべ、このコースなんか苦手だな。結構高低差があるからね、先が見えないんだよね。まあ今はガイドラインがあるからいいけど、なかったら割と難しいコースかもしれないね。これ HUD を全部消すと、まあガイドラインはもちろんマップも消えるんで、コースを覚えてないととてもじゃないけど走れないよね。ただその分ね、もちろん入る XP も大きくなるんで、もし後半この辺ね、まあレースを覚えたり走りに慣れることができたら、その辺も挑戦していきたいね。まあそこまでスルメのようにカミカミこのゲームを味わい尽くすかどうかはちょっとわかんないけども、何しろねやりたいゲームいっぱいあるし、またねレースゲームも季節を重ねることにいろんなものが出てくるから。よいしょよいしょ。あとねいろいろ積んでるねレースゲームもあるわけだし、最近また挑戦していかないといけないなと思ったのがニードフォースピードのシフトね。あれ難しくてちょっと放置してるけども、ちょっとイラが溜まってたから放置してたけども、そろそろ封印を解こうかな。結構ね見てくれる人もいるみたいだし。よしよしよし、2位かセカンド上がりました。最終ラップなんで何としてもあいつを抜いていきましょう。チームメイトは現在5位ね。まあ上げなくていいか順位は。おっと、内側からいけるか。ガイドライン完全無視してるけど、多少イレギュラーな走りをして抜き去らないとね、冒険することも必要です。はい、よいしょ。さあ最終カーブじゃねえかこれ。あ、ちょっと失敗した。雨、ドリフト、ドリフトかましていきの抜きの後ろついてから、あ、くそ負けた。まあいいでしょう。2位と5位ぐらいか。2位と5位ね。よし、チームランキングも上がるんじゃないか。2位ね、悪くない。で、2レース目早速スタートしていきますよ。同じコースかな、3ラップと。起点はボンネット上ね。そして、早速ねチームメイトにポジションを上げるように言っておきましょうね。コースは全く同じと。あ、なんか変だな、操作が変だなったぞ。あの右下にあるさ、右下の6つあるねアイコンの一番下の、一番右下の TC って書いたやつ、あれなんだろうね。チームメイトがクラッシュした、ポジションを10位に落としたな。マジか。あの TC って書いてるやつはさ、コーナーとかねカーブ曲がってる時に点滅するんだけども、点灯するんだけど、その時の合図かな。別に故障じゃないんだよね多分。故障のコーションが鳴ってるとね。まあいいや。よしよしよし、こいつがジェイド・マーティンね。前方にスピンしたマシンがいる。だだだだだだ、よし、やっちまったぜ。まあ車は壊れてないんで継続していきましょう。13位まで落としましたね。1周目しかしフォードのエンジン音はいつ聞いても
甲高いな。もうちょっと重低音が好きなんだけどね。ラップ2はもっと飛ばせ。いや、さ、後方集団だ。よし、ご利用していく。うちの子は、あー、すげえ、14位じゃん。遅いで。上げろ上げろ。チームメイトにポジションを上げるよう指示しておいた。よし、現在4位ね。チームメイトは12位と、じわじわ上がってきてるね。無理はさせずにね。一回クラッシュしちゃったんでね、多分精神的にも相当熱くなってると思うんで、ここはね、ちょっと冷静に、慣らせる時間を与えてあげましょう。おっとっとっと、危ない危ない危ない。お、よかった。なんとか切り抜けた。いいですよ。3位と。そして、チームメイトも11位と。内側からいけるか？よし、いけたいけた。さあ、ここで1位を捉えていく。どっちから抜くかな？このレースのファンテントを出したな。あ、だだだ、ちょっと避けきれなかった。ドリフトでドリフトしてくる。よし、 OKOK、 これで1位になりましたね。いいんじゃない？チームメイトも9位だし、悪くないよ。うん、独走態勢入ったかな。これでミスらなければね、このまま1位のままいけるんじゃないかな。は、ああ、チームメイトがどこまで頑張ってくれるか。よし、危ない危ない。なんか詰められてきてるな。ただ、これで終わりだぜ。最終コーナー。よし、ベストな曲がり方。いいんじゃないかな。よし。フェリペ・サントスはリプレイを見るたびに悔しがるだろう。素晴らしい勝利だ。素晴らしい。お前はドライバーランキングでチームメイトを上回っている。チームランキング2位と。もうちょいだね。うわ、全然上がんない。マジか。マジなんだね。トータルはまあまあだけど。なるほど、もうちょっと頑張らないとな。チューナーの2イベント目。セパンインターナショナルサーキットと。タイムアタックね。まあこれは得意だからいけるでしょう。4ラップと。1位スタート。お前がランキングのトップだ。今回の車はホンダか。なんだっけ、シルビアだっけこれ。で、車内視点の1で。これはまあ比較的見やすいんでね。あ、エンジン音いいね。重低音、そしてちょっと管楽器を潰したようなビブラートのような音。
よいしょ。すげえコースだな。直角コーナーがあって、うん、ここはもうおなじみのコースだね。確かエンドランスでもね走ったし、タイムアタックでも走ったことあるね多分。さあファーステストのまま2周目に突入ね。気をつけろ、前方に何台かいる。おっと危ね、またオープンカーがいますね。なんかどっかで見た光景、デジャブかな。あの時はね俺自身もオープンカーだったんだけども、今回は間違いますよ。よいしょ、あっとやっちまったぜ。よし、ちょっと隙を伺って抜いちゃいましょう。ちょっと失敗したな。これはファーストですと出ないかな。よいしょ。後続が迫ってきている。プッシュしろ。マジか。あと2周ね。このタイムじゃ1位保持はなかなか難しいかもしれないんで、もっと攻めていきましょう。さあ前に見えるは何の車でしょう。黒っぽいな。 BM かな。うちのチームメイトは11位ね。チームメイトにポジションを上げるよう指示しておいた。ちょっとすっかり忘れてたんで、ちゃんと指示してあげましょう。タイムアタックだからミスったとしてもその周回が無駄になるだけだからね。順位は特に変わらないと思うから、アタックで、頑張ってもらいましょう。さあ、こちらもねタイムは上がりました。ファーストですとかな。差は2秒程度あるんでね、まあ、安泰じゃないかな。まあこういうミスをねしていってもまあいいでしょう。続けましょう。そして前方2台またオープンカーね、このスカイブルーの、どこの車かな、インテルかな。わからん。あ、これもホンダか。お、チームメイト6位まで上げましたね。じゃあちょっとプッシュに戻してあげて、あまり無理をさせないようにね。よし。マッケインはリプレイを見るたびに悔しがるだろう。素晴らしい勝利だ。うん、悪くない。チームは現在チャンピオンシップで2位につけている。おお、すごいじゃん。なんかライバルがね一歩後ろまで迫ってたね。チームランキング相変わらず2位か。もうちょい。 OKOK。さあもう1レースかな。ん、違う、次エンドランスだ。俺のね大の苦手としてるエンドランス、ホッケンハイムリンクショートコースね。いやー、まあエンドランスをもし落としたとしても他のカテゴリーで勝ってれば優勝はできると思うんでね。まあ気は抜かないけど。現在お前はドライバーランキングで。よし、メルセデスベンツね。
ちょっとね、オプションでオーディオの設定ね、エフェクトエンジン、この辺ちょっと音上げましょう。なんかちっちゃいような気がしたんでね。よし、これで。ではスタート。1分の1のレースね。1レースだけなんだ。お前のポジションは16番手、チームメイトは6番グリッドだな。調子がいいようだな。お前がランキングのトップだ。あは。チームランキングも1位にしていきたいね。メルセデスベンツ結構でけえなこれ。 SLS だっけ。エンジン音はなんかちょっと軽快なエンジン音だね。ちょっと軽さを感じるようなそんな感じですね。一応車内視点も見ていきましょうかね。あ、ちょっと危ない危ない。チームメイトにポジションを上げるよう指示しておいた。よし、あとは苦手ということでね、ちょっと集中したいんでボンネット上にスタンバイますよ。あ、やべ頼ますよ。ちょっとでも8位か、そう悪くはないな。ちょっとね、タイヤ温存しながらの走り方にしていきましょうね。ちょっと珍しくチームメイトの後ろを走ってみようかな。この走りのお手本にもなるしね。まだイベントのライバルを抜かねばならない。早く捕まえるんだ。マジか、どこにいんだよ。ライバル1位じゃねえかこれ。なんかね、前回エンドランスやった時も感じたけども、ライバルはエンドランスが得意な印象があるね。偶然かもしれないけどさ。いや、俺が苦手だから必然的に俺の前をライバルが走ってるだけか。なかなか抜けない。ブレーキングが遅いよな、ちょっとな。このガイドラインに従ってたんじゃブレーキングが遅くなっちゃうから曲がりきれないぞ。おーっと、やっちまった。今のはよそ見ですね。危ねえよ。よそ見やめて。フォースアウトしていく。さあ、タイムは残り5分。5分？多くね。イベントライバルにリードされている。あいつらの前に出ろ。ちょっとタイヤ温存しないと5分は持たないぜこれ。前に出たいのは山々なんだけども。いや、エンドランス苦手だな。この刻一刻と変わるタイヤのね、この状態、これを最大限にね、生かすパフォーマンスをした走りをしないといけないんだろうけど、これが難しいね。なかなかつかめない。なんでそんな滑るの。滑りすぎ。相変わらず後ろのタイヤが減ってきてるね。やべ。同じとこでミスっていく。
まあ、この順位を死守すればとりあえずはいいかな。あと何秒だ、まだ3分ある。あと1周半、2周半、1周と半分ね。あと数台抜けばいい。いや俺はもうね、攻めの姿勢から守りの姿勢に入ったからね、攻めるつもりはないよ、抜くつもりはないよ、ここから。あーブレーキ遅い。ついに50を切っちゃいました。左下のタイヤオレンジゾーンに突入ですね。この右側にステアリングを切りながらアクセルを踏むと左下の、まあ、後輪だねが減っちゃうんだね。やっぱカーブの外側にさ G がかかるからタイヤのこのグリップもね最大限発揮されちゃうんで、その分、そのタイヤが摩耗しちゃうということですかね。よしよし、これが俺のコースだ。ここをショートカットしていく、そういうことにしようぜ。さあ、うちの相方は一個後ろについてますね。あと少しだ、プッシュしてチームの目標までポジションを上げろ。いや、そんな言葉には惑わされないぞ俺は。ここでクラッシュしたら元も子もないからな。フラッシュバックはあと1回、これを温存して。あぶね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 、もうねちょっとでも気を抜くとクラッシュするからね。さああと2分を切りました。あぶれあぶれ、ギュル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 いってるね。レイブンウエストは最後まであのペースでは走れないだろう。うちも同じですよ。前が見えねえぜ。もう結構差はついてるね。 150m ぐらい差はついてるかな。よいしょ。さあ1分切りましたね。持ちこたえろ。あーし、別にこのチームメイトを抜く必要はないな。事故ったら危険なんでね。目標とする位置まであと数台抜けばいい。30秒前。よし、このまま終えるぞ。後ろからの追い上げもなしと。いけそうじゃない？なんとかいける。後ろのタイヤはレッドゾーンですね。辛そうな色してますが。よしよし、6位7位フィニッシュですね。満足のいく結果じゃないですかね。チームは現在チャンピオンシップで2位につけている。2位か。ちょこっと増えましたね。問題ない。よしで、エンドランスはこれで終わりかな。よかった、苦手なのが少ないとね。まだ1位になるチャンスはある、残されてる。サーキットオブジアメリカズ、オープンホイール。よいしょ、ちょっと姿勢を直してやっていきますよ。オープンホイールってことでね、で予選をやる必要がありますね。なんで一旦ここで切って本戦から再開します。はい、ということでね、予選を終えてファーストポジションからのスタート、レース2分の1 3ラップと結構ね難しいコースですが、前回も走ったことあるんでね、まあ問題ないでしょう。
よし、この視点で、ライバルがいつも加速が良くてね、先を行くっていうのはいつものことなんで、僕はあまり気にせず、前に2台と、まあ2台ぐらいだったらね、難なく抜けると思うんで、これがね、5台以上になっちゃうと、抜くスペースを見つけるのがなかなか難しくてね。おっとっとっと。よしよし、まあ、盛り上げるためにこのネイサン・マッケインとちょっと遊んでもいいかもしれないですね。チームメイトにポジションを上げるよう指示しておいた。よいしょ。チーム勝利、チーム優勝を飾るためにはやはりチームメイトも頑張っていただかないといけないんでね、プッシュさせて、まあ、場合に応じてアタックもさせる必要があるのかなと思ってますね。あとだいぶ下手な走りになってるな。あまり他のことに気を取られちゃいけないね。予選を1回走ったっていうのはコースを、ね、だいたいコースが頭に入ってるわけだから、そのアドバンテージはあるわけでね、その上で負けるのは許されないから、なんとしても勝ってさらに綺麗な走りをして、優秀の美をね飾っていきたいですね。まあ特に優秀っていうわけじゃないんでね、何言ってるかちょっといつものことながら分かんない感じですが、よし、1ラップ目終了と。でね、2位以下とちょっと差がついてきたんで、こっからは無理な走りはせず綺麗な走りをしてリスクを下げていきましょう。まあ予選と同じようなね感覚で気楽に走るのがいいんじゃないかな。よし、フォーミュラーカーでドリフトしていく。よし、やっていく。紙一重だな。あまり内側を通っちゃうのは良くないね、やっぱね。ちょっとした操作のミスでね、車体が内側に傾いちゃうと、それでセンターじゃないや、インナーライン越えちゃうんでね。こういうのが危ない、言った先から危ないからね。やっぱ体に染み付いた癖っていうのはなかなか抜けないもんだね。ゲームによってはショートカットできちゃうからさ。このレースのファンテッドを出したな。 OK、 差はどんどん広がってますね。チームメイトにアタックさせましょう。現在5位なんでね、なんとか2位まで上がってきてもらいたいところなんですが、なんだろう、指示を出すだけじゃなくて物理的に俺がチームメイトの前を走って、フォースフィードバックじゃないや、なんだっけ、ドラフトをさ与えてあげて引っ張ってくる必要もあるのかな。だとしたらだいぶ難易度高いゲームだよね。最終ラップ相方がどこまで頑張ってきてくれるか。もうレース終わっちゃうよ。5位のままだけど大丈夫かな。これで終わりだよ。1位と5位か、ランキングが変わんないだろうな。よくやった、ネイサン・マッケインを抑えこのラウンドにも勝利した、うん、その調子だ。お前はドライバーランキングでチームメイトを上回っている。さあどうでしょう、チームランキング2位か。結構差が広がってきちゃったな。
やっぱチームメイトに頑張ってもらわないとな。予選はないからこのまま進めていきましょう。レース2分の2、3ラップね。ポジションは1位からのスタートと。じゃ視点は車内視点2、これでいきましょうね。よし、いいよ、いい滑り出し。いきなり抜いていく。コースはね、逆襲とかじゃなくって全く先ほどと同じ、コンディションも同じですね。なのでこれは特に何も考えることなくサクッと同じように走って、走破していきましょう。そう、あとはチームメイトの指示を間違わないようにね。まあ、4位だったらアタックしても早々クラッシュしないんじゃないかな。いやでもプッシュにしとこ。結構団体なんでね、何が起こるか分かんないんで。さあ1周目が終わりを迎えて1位と4位と。最高のスタートだ。リードを保て。イエス。もうこのコースは慣れたもんだね。よし、3位に上がってるぞ相方。いいぞ、なんとか2位のおそらくネイサン・マッケインだけども、そいつを抜け、抜き去れ。ここでワンツーフィニッシュを飾って初めてチャンピオンシップ優勝が見えてくるからね。もうイベントもね、折り返し地点5イベントになってるんで、ここは何としても勝ちたいとこだね。なんなら俺がちょっとね待って、ネイサン・マッケインも妨害してもいいぐらい、それぐらい勝利にしがみつきたいとこですね。2周目が終わって現在1位と3位というとこですね。このレースのファンテストを出したな。お、2位に上がりました。なのでここでプッシュまで落としてね、ちょっと、ヒートアップした頭をねクールダウンさせてあげましょう。いいよ、いい運び、段取り通りだね。最終周何事もなければこのままワンツーフィニッシュを飾ってね、次の戦いに望みをつなぎましょう。よし、でも結構僅差だな。大丈夫か、抜かれんなよ。さあ最終コーナーかな、これが。こいつをねグイッと曲がって、あとはダッシュと。さあ、あとはチームメイトお前に任せるぞ。アタックにさせとこ。
さあどうだ。マッケインはリプレイを見るたびに悔しがるだろう。結果素晴らしい勝利だ。オッケー、ワンツーフィニッシュ。狙い通り。これでランキングはまだ変わらないけども、ちょっと追いついてきたね。あと3レースぐらい、ワンツーフィニッシュを飾ればトップに躍り出るな。これでオープンホイールは終わりかな。レベルも上がると。よし、さあネクストイベント、ストリート。